ただきます。こんにちは、とうこママです。我が家には2歳から10歳までの5人の子供がいます。今日も子供たちに晩ご飯を作ります。この冬の寒さで少し風邪をひいてしまいました。こんな日は簡単に作れるメニューが一番ですよね。まずは切り干し大根。おじいちゃんが畑で採れた大根を干して作った切り干し大根です。水につけて戻しておきましょう。コストコで購入した冷凍エビ。使いたい時に使いたい分だけ使える冷凍エビは本当に便利。炒め物に使うので塩水で解凍しておきます。さて、子供たちが遊んでいる間に晩ご飯を作ってしまいましょう。最初に作るのは切り干し大根の煮物。切り干し大根に合わせて人参も細く千切りにします。油揚げはキッチンペーパーで簡単に油抜きをします。切り干し大根は水気を切ってから加えます。炒めて余分な水分を飛ばすことで煮た時の味の染みが良くなります。切り干し大根の戻し汁を加えましょう。戻し汁には旨味や栄養が含まれているので煮る時に使うといいです。調味料は酒、みりん、醤油。この後蓋をして10分ほど弱火で煮ます。人の形みたいね。そろそろ良さそうです。火を止めて置いておくと味が馴染んで美味しくなります。次に作るのは肉豆腐。お肉と豆腐の煮込み料理です。豚バラのしゃぶしゃぶ用のお肉を使います。牛の薄切り肉を使って作っても美味しいです。7人で食べるにはお肉が少ないので追加しましょう。子どもたちが大好きな白滝もたっぷりと入れます。油をひいた鍋で豚肉を炒めます。
ここに白滝と玉ねぎを加えます。今日使うのは木綿豆腐。手で崩して入れると味の染みが良くなります。調味料は砂糖、みりん、醤油、酒、蓋をして煮ていきましょう。さて、次に作るのはスパニッシュオムレツ。スパニッシュオムレツとは、じゃがいもなどの野菜を入れたオムレツのこと。スペインで生まれた卵料理のようです。玉ねぎはしんなりとさせたいので、繊維を断つように縦に切ります。すみちゃん、お熱あるの？ママの手が冷たい。ママの手が冷たい。冷たい。大丈夫かな？いや。みんな熱出して困ったよ。卵に塩をします。普段のオムレツは牛乳なども入れますが、しっかりと固めたいので今日は卵と塩だけ。ご飯熱いからね、気をつけて。お母さん今日鍋美味しそう。これ見せて。肉豆腐だよ。オリーブオイル入れるよ。今日はスパニッシュオムレツで、じゃがいもと玉ねぎのオムレツ。オリーブオイルをひいたフライパンで、じゃがいもと玉ねぎをよく炒めます。蓋をして弱火で 3、4分、じゃがいもが柔らかくなるまで蒸し焼きにします。次女とトランプをしていたら、じゃがいもが柔らかくなりました。味付けは塩と胡椒だけ。とってもシンプルです。卵を加えます。箸で軽く混ぜます。いつもは皿を使ってひっくり返すのですが、今日は蓋を使います。あれ、ひっくり返し方を間違えていますね。でも綺麗にひっくり返ったのでよしとしましょう。反対側も焼けたので皿に盛ります。最後にパパッともう一品、エビと豆苗の炒め物。
豆苗は安くて栄養満点で最高の野菜ですよね。根っこの部分を水につけて再生栽培をすれば、あと2回ぐらいは食べられます。ごま油をひいたフライパンに刻んだニンニクを入れて香りを出します。解凍しておいたエビはキッチンペーパーで水気を拭き取ります。エビが赤くなったら豆苗を加えます。調味料は鶏ガラスープ、塩、お酒。豆苗のシャキシャキ食感を残すためにさっと炒めます。とても簡単だけど最高に美味しいエビと豆苗の炒め物の完成です。ご飯だからさ、お茶碗にご飯入れてくれる？フライパンに入れておいた切り干し大根の煮物、味が染みて色づきも濃くなりました。栄養価の高い切り干し大根は子供に食べてほしい一品です。ご飯が揃いました。ありがとう。開けよ、そこ開けるよ。子供たちもお腹を空かせて待っています。みんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。眠いのまだ。はいはい、眠たいね。ご飯食べれるかな。これはい、入れる人オムレツ。はい、洗い物が終われば今日の仕事も終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。